それははい、私は、はい、まあ、大きく入りますね。まあ、結婚して子供が欲しいっていうのはもちろんあるので、まあ、また子供ができたら、まあ、専業主婦になるのか、そこはちょっと分かんないですけど、生きていくためにはどうしたらいいかっていうのを、まあ、そこでその時に考えていくかなっていう感じです。もともと香織ちゃんは、まあ、知り合いですけど、まあね、あの子供もさ今いる中でそういうふうにしっかり松屋さんもやってっていう、本当に素晴らしい生活を送られてるなっていうふうに思ってます。そうですね、あの聖火ランナーやりたいですね。できれば最終で、はい、うち大きく言いましたけど、はい、ライバル、ライバルでも、どうですかね。なんか、まあ、やっぱ走るってイメージしたら、まあ、キューちゃん、ガシラコさんとかもね、いるし、まあ、なんか、まあ、冬とかも全部入れれば、ハニーキューとかっていう話も出てますし、まあ、いろいろそれ書かれてたので見たんですけど、もうぜひ最終、まあ、新国立競技場ですね、で、最終で、はい、世界を灯したいと思います。よろしくお願いします。